はい、どうも、こんにちは、んこそば、パンチラパンダです。これちょっとね、やだな。これちょっとやだな、今日ちょっと嫌な企画なんですけれども、まあ1年にね、一度、去年ちょっと死んでたんですよね。筋トレしたから増えたんじゃない？いやー、今日ね、ピンモン飲んだのよ。エナドリ飲みまして、で、去年ですね、めちゃくちゃ死んでたんですよ。なんか2年前にやった時は、一番最初に静止観察やった時は、結構いたのよ。去年やったら、ほぼ減ってたのよ。めちゃくちゃ減ってて。で、去年なんですけれども、エナドリ3本飲んでたのよ。1日に。いや、俺ね、最近マジで減ったと思う。だいたい3日に1回とかかな。だいたい最近は3日に1回ぐらいで、1個問題がありまして、これですね、使い方がございまして、まあ、なんか精子、まあ、出すんですよ。今から自分で精子出して、精子出して、もうそれが嫌だ。それがすごい、その行為がすごい嫌なんだけど、まあ、画面では当然のごとく映さないんですけど、カメラにね、こうやってくっつけのよ。カメラにくっつけて、スマートフォンにくっつけて、で、こうやって確認するっていう。さっきね、これくっつけたのよ。このカメラに。なんか、こうやって、こんな感じでくっつけんだけど、3つカメラあるんですよ。で、これね、めんどくさいのが、1個閉じたら別のカメラに切り替わっちゃうの、自動的に。でもこれできないんですよ。だから今ね、急遽、前まで使ってたスマホちょっと充電してるんだけど、なんかね、充電がうまくいかなくて、そこでしゃがんでやって、いや、いや、顔出しはしんどいぞ。こうすればいいの？ちょっと待って。家族が見たら泣くぞ。俺明日ね、俺の姉ちゃんとね、アナと雪の情報と劇団四季見に行くの。俺、どうすればいいの？ワンチャンパンチパンダバレてるんだよ。俺の姉ちゃんに。俺ね、YouTube やってるのは家族知ってるのよ。YouTube やってるのは家族知ってるんだけど、パンチパンダっていう名前でやってるっていうことは言ったことないのよ。言ったことないんだけど、一回も。ある日いきなりね、俺の姉ちゃんと母親から LINE 来たのよ。で、パンチとパンダの絵文字が来たの。お互い二人とも語尾に。何の隔たりもなく、同時に来たのよ。だから、多分俺の姉ちゃんと俺の母さんが同時にバレたんだな。で、その時なんかコンタクトの動画がちょっとバズってから1ヶ月後ぐらいだったのよ。で、多分それでワンチャンか、だよね。家族が見たら泣くぞ。しかもさ、ちょっとカメラちょっとずれたら怖いんだけど、ちょ、こんぐらいにして。よし、じゃあやるぞ。あー、ちょい。全く立たないんだけど、どうしよう。ちょっと待って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 。全く立たない。どうしよう。全く立たないんだけど。寸分たりとも立ちません。立たない。いや、全く立たない。緊張してるのかな？そんな報告いらない。でも、そういう報告しないと、今俺がどういう状況かみんなかわからないじゃない。夜の見分かる。だって怖いもん、パソコンで見るの。スマホで見れてか？音、どう、怖いよ。目の前でさ、だって今まではラジオでやってたの。ラジオでなんなら去年とかトイレ行ってたんだからね、ここ。いや、ちょっといきなりハードル上がってるな。カメラつけたままやんないといけないの？だから分かった。みんなと一緒にで、ね、イヤホンつけてハローキティ聞いてたからダメなんだ。ちょっとハローキティ、ちょっとイヤホン外すわ。おー、ちょっとみんな、なんでハローキティ聞きながらやろうとしたんだろう。ちょっとわけわからん。ちょっとさ、コメントさ、何想像するやろうかとかやめて。もうマジで本当にやりづらい。ちょっとやめてよ。おー、ちょっと気まずいわ。気まずい。すごい気まずいな。うん、なんかそのね、なんだろう、その、企画だから、その、自分の1年間を通じて、その、精子がどういう感じになって、そう、変じゃモードみたいな感じだから。まあ、ということで、まあ、とりあえず、今手元にあるんですけど、ちょっと待ってね。手についてるわ、最悪。ん？ちょっと待ってね。わかりづれえな。あ、いるいました今横切りました。あ、いるけど、ちょっと待って、これ少なくねえか？こんなもんだっけか？え？いるよ！いるめっちゃ動いてないこれ。復活！ちょっと待って、これ復活かもしれない。めちゃくちゃいるかもしんない。しかもクソ暴れとるやんけ、こいつら。復活。あれ、動いてんの全部俺でしょ？ざわめいてるって。で、ほんと気は、しょうがないだろ、こういう配信なんだから。これが生命なんだよ、え？
ミラーリングが終了しました。無料会話10分の制限があります。あ、強制終了させられた。え、何？俺10分間も見てたの、これ。